アメリカ政府、韓国に激怒、11月中にジーソミアの破棄撤回を要求。朝鮮日報によりますと、現在、アメリカ政府高官が韓国政府に対し、連日のようにジーソミアの破棄の撤回を要求していることが明らかになりました。まず25日に、アメリカ国防省のシュライバー次官補が、ジーソミアは北朝鮮のミサイル発射や、 サイバー攻撃などへの対応にプラスになる、ジーソミアに対するアメリカの立場、は明確だと発言しました。さらに、国務省のステルウェル次官補は、ジーソミアは日米韓の安全保障にとって非常に大きな意義がある、ジーソミアに戻ることを韓国に促したい、経済的な課題が安全保障に影響を及ぼしてはならないと、韓国政府を批判いたしました。さらに スティールウェル時間報は来月5日に韓国を訪問する予定でございますので、このような韓国政府に対する批判を直接行うんじゃないかと見られております。また共同通信によりますと、アメリカ軍の制服組トップのメリー統合参謀法務議長が11月中旬に日本と韓国を訪問しようと検討していることが明らかになりました。この、 アメリカ軍のトップも韓国政府に対してジーソミアの破棄撤回を要求するものと思われます。このようにアメリカ政府が11月中にジーソミアの破棄を撤回しろと韓国政府に対して要求しておりますが、このジーソミア、韓国政府がこのまま放置してしまいますと、 11月23日に失効してしまいます。また、アメリカと韓国との関係としては、アメリカ政府が今年中に在韓米軍の中流経費の負担を韓国政府に対して増やすように要求しており、この負担を韓国政府が認めない場合、アメリカ政府の韓国に対する方針が この g ソミア破棄、こちらも含めて、抜本的に見直される可能性もございます。この韓国なんですが、これまで日米がさまざまな形で支援し、守ってまいりました。安全保障でも、経済でも、日米の支援、後ろ盾があったから、今の韓国が存在しております。 日本政府にはこういった韓国政府の動きについて、アメリカ政府と緊密に連携をしていただき、韓国政府抜きで、日本の安全を、平和を早急に守れる体制を作り上げていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。